どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ドリームスケーパー、続きをやっていくぜ。さあ、装備一番最初決められるのいいね。やっていきましょう。悪夢の始まり。結構遅かったな。ただ使ってみないとわからない。まずは上から行こうぜ。ワン、ツー、スリー。ああ、いいダメージ出てるな。オッケー。ナイフ使いがいる。あ、でもなんかだいぶ上の方飛んでってんだ。ナイフが2つある。よし、店が右で、こっちはボム。オーバーニングステップ、バーニングステップにしようか。ボンで、次はウェイキング。まだ生きてるか。よし。ボムゲット。何か思い出があるかな。ない？よいしょ。よいしょ。おっ、入ったーい。タイミングむず。水ですよー。ドゥドゥルン。下がボスで、サイオニックバリア。おお、すごい。刀使いやすかったよね。攻撃範囲が長いからさ、1、2の3。鍵が必要。鍵がないね。下で手に入るかな。鍵ありません。ブラックホールゲット。壊してない場所があったわ。はい、こん中にあんね。454。鍵が買える。スポンジローラー。あー、鍵買っとこうかな。大抵あるんだろうけどね。オープン。クラッシュウェーブストライク3。え、どんなんなんだろう。あー、格闘だけど、なんか出てんな。なんか飛んでる、一緒に。確認できる。クラッシュウェーブストライク3。コンパニオンがホーミング性のある飛翔体を放射状に6つ発射して1回の攻撃で4ダメージ。いいじゃない。サブ攻撃がある。こいつで行ってみよう。勝負。アウェイキング。スドーン。相手、自分も食らった。
あ、すごい強い。これか、これだったか。飛ばせ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 危ね、自分ですげえ爆発させちゃうわ。ほっ、終わり。これだな、快適な枕。あ、素晴らしい、枕大事ですよ。この装備を強化していこう。最初から装備してきたぐらい4ダメージあるんだもんな。え、何、新しいのはスタティックフィールド3。あー、こっちか。スタティックフィールド、こん中にいるやつはダメージを受けるんだろうな。あ、しかもクリティカル確率が上がる。いやー、いって、普通に攻撃できちゃうの。別に近づいて戦わなくても飛んでくからな、どんどん。こうしてボムを置いて、スタティックフィールド、鍵もゲット。よし、遅くさせて1、2の3。おっ、めちゃくちゃ強え、これだ、この武器強えわ。スターティックフィールド、痛い、攻撃するの早くない。鍵ならいっぱいあるぜ。オープンからの鍵か、店だね。526で何か買える。いやー、 100% 回復とピンボール、おー、いいね。1回、敵で1回跳ね返る、これ欲しい。750か、貯めよう。今この飛んでってるやつ、近接攻撃でね、出てくるコンパニオンのこの撃ってるやつが敵で1回跳ね返るから、さらにダメージ与えられるぞ。素手、あ、待って、コンパニオンが前後に飛行して1回の攻撃で11ダメージ、悪くないね。いいなぁ。11ダメージだと ?6 つ飛んでいって、だから1回の攻撃で4でしょ?だから24ダメージだから、こっちは1回11ダメージだから、33なんだよね。まだこっちか。まあまあ、1回様子見よう。そうか、コンパニオンなんて出てくるのはもうちょっと大好き、こういうの。言うてか言うてか言うてなのか。それだったら戦ってる相手に最大ダメージ与えられた方がいいか。これいろいろ試してみまーす。下右がボスか。遅くさせーの、あー、こいつがやっぱりあれだな、強い。近づくとあれなのか、引っかかってるぜ。あ、いた、
怖っ。600必要だったけ、体力 100% 回復は意外と足りないね。いけるか。またいるよ。ボン。よし。あ、買えるね。一回買おう。回復。あー、いるね。さっきからいるよ。1、2の3。おっ、開けまーす。ストームワートシールド3、氷ダメージ吸収効果。縦のクラフトビールなのかしら。でかっ。遅くさせます。オッケー、倒してライトスピード。なんだ、めっちゃ回復あんな。オッケー、さあ行くぜ。レッツゴー。序盤ここ、1、2の3。いいね、ダメージ与えられてる。おっ、おっ、壊しまーす。キネティック、いいダメージ与えられてる。飛ばして避けて避けて、避けて、キネティック、オッケー。パリーン。うん。野球秒秒。よし。はい。ということで今回はここまで。いいですね。ちょっとコンパニオン系と頑張って、もうなんつうなら自分よりもその飛ばしていくやつの方が強いみたいなパターンでいきたいんで。はい。育てていきたいと思います。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またな。